皆さんおはようございます。今日はですね、ワードプレスの、次期バージョン、そしてその次のバージョンについてお話したいと思います。まず自己紹介ですけども、高野直子と申します。去年ですね、ワードビーチ参加させていただいたとき、枕研直子というものだったんですが、同一人物です。はい。で、アットナオコ MC でツイッターとかやってます。仕事の方はですね、オートマティックという会社で、ワードプレス .com というレンタルサービス、レンタルブログサービスをやっている会社なんですけれども、ここでハピネスエンジニアという、タイトルで、まあ、何でもやってるんですけども、翻訳とか、あとは、まあ、日本の、ワードプレスコミュニティへの、参加なども仕事の一部としてやってます。それとは、まあ、一応別というか、全く別で、wordpress.org の、皆さんも使っておられるワードプレス、ダウンロードできるバージョンの方の日本語版を作るチームのメンバーの一人です。これは任意で参加できるチームなんですけども、その中で翻訳をやったりとかやってます。で、最近ですね、ワードキャンプのアジア太平洋審査ボランティアというのを始めまして、まあ、ワードプレス、ワードキャンプ、アジアでも他の国でもやってるんですけども、今は、今まで1人の人が審査してたんですが、ワードキャンプをできるかどうか審査するっていう、ボランティアを、アジアの地域向けにやり始めてます。こんな感じです。で、今日のですね、内容なんですけども、まあ、3つに分けますと、まずなぜ動向を追うべきなのか、まあ、ここにいらっしゃってる皆さんは、まあ、それなりの理由があっていらっしゃってると思うんですけども、まあ、とりあえず来てみたという方にも、どうして動向を追うといいことがあるのかということをお話ししてから、3.7、3.8 それぞれについて、開発の進め方とか、機能などについてお話していきます。まずですね、なぜ最新動向を追うべきなのかということなんですけども、ここにいらっしゃる方でワードプレスの、開発ですね、その、まあ、プラグインを作ったりとか、ワードプレスを拡張するという形で何かそういうお仕事をしている方というのはいらっしゃいますか？プログラマーさんとか、まあ、テーマもそうですけども、ワードプレスを使って何か、開発コードを書くことをやっている方、はい、ありがとうございます。そうですね、そういう方にとっては特に興味のあるお話だと思うんですけども、まずですね、1番目に準備、新しいバージョンに備えた開発をするために、新しいバージョンをよく知るっていうのは大事だと思います。で、まあ、皆さんここにいらっしゃるのは興味があってっていうのもあると思うんですけども、次のバージョンがどんな感じなのかっていうのを、まあ、大体にも知ることによって、より、それに適した開発ができるようになるっていうのがあると思います。まあ、明後日の方向を向かないで、ワードプレスの進化に沿ったやり方をした方が、まあ、無駄もないし、よりワードプレスを活用できるっていうのはあると思います。で、まあ、それと似たことなんですけども、ワードプレスにはたくさんの外部のライブラリーとかが入ってます。例えば JavaScript とか、まあ、そのバージョンもどんどん上がるんですけども、新しいものが入ったり、今まで入っていたものが使えなくなったりっていうこともあります。そういったものを活用して開発している人は特に、どういう動きがあるのかっていうのを見ていないと、今の開発が無駄になってしまったりとか、もっと、新しい便利なものがあるのに知らないで使っていなかったりということもあると思います。で、こういうのを、まあ、世界の開発者たちがワードプレスという一つのアプリケーションをみんなで作っているわけなんですけども、この開発しているものの恩恵を受けるためには、それについてよく知っていた方が、まあ、いいよねという話です。で、それが出た時にももちろんソースが見れるので分かるんですけども、事前に知ることによってさらに、先を行くことができるというか、まあ、やっぱり無駄のない開発ができるというのがあると思います。で、まあ、3つあるんですけども、2つ目としては、自分たちのものとして捉えるって書いてるんですけども、まあ、ワードプレスを、まあ、ダウンロードして使われている方とか、まあ、インストールして使われている方っていうのは、誰かが作ってくれているそのソフトウェアっていう感覚が多い、強いと思います。でも、まあ、それは作ってる人がいて誰でも参加できるそのオープンソースの世界に作られているということなんですね。で、よく聞くのは、まあ、ベータ版とかが出るんですけども、そういうものを使っている方っていうのは多分あんまりいないとは思います。ベータ版とか、まあ、RC 版とか、リリースの前に使ったことがある人ってどれぐらいいらっしゃいますか？はい、結構いますね。で、そういうことをやることによって
これは自分のやり方に合わないとか、自分の使ってたプラグインがおかしくなってしまったってことになると、まあ、参加を早めにすることで、その、問題を早く捉えて、リリースの前にそれをフィードバックできるというのがあります。でもうリリースされてしまうと、そこから直すっていうのはなかなか難しいんですね。例えば、まあ、小さなことでもいいです。日本語がちゃんと表示されてないとか、まあ、翻訳もありますけど、それは日本語版チームが作ってる翻訳がおかしいとか、まあ、開発の人たちも見落としていることっていうのはあります。そういうものをフィードバックを早めにしていただくことで、まあ、お客さんが後からあれこれおかしいんじゃないとか言ってきたときに、納品した後に、でもそれはコアが間違ってるんでって言っても、まあ、もう遅い話ですよね。なんで、まあ、よく使う機能とか、意外に他の人が使ってない環境で、例えばブラウザーの環境とか、そういうもので使われている方は特に早めにテストをしていただいた方がいいかと思います。で特にですね、私たち日本語版を使ってるんですけども、日本語版のテストをしている人って本当に少ないです。まあ、今ここにいる方だけでも、まあ、何割かの方が手を挙げてくださったんですけども、そのバグがフィードバックとして戻ってくることってあんまり聞かないんですね。なんで、まあ、問題がないのかもしれないんですけども、なんかおかしいなって思った時は、それをテストしている人はもしかして世界に1人しかいないかもしれないんですよ。ということは、それを その自分で言わないと、すごく特殊な環境でもやっぱりバグはバグなので、やっぱり本当におかしいということであれば、まあ、日本語版チームにフィードバックしてもらってもいいんですけれども、言わないと意外と見落とされているということはあるんですね。なんでかというと、ワードプレスってみんな違う、まあ、サーバーの環境も違いますし、プラグインの組み合わせとか、まあ、テーマもみんな特殊なものを使ってますので、その何千万何億が多分すごい数の組み合わせがあるんですね。でそれを、まあ、テストをするっていうだけでも参加になるし、まあ、フィードバックをいただければ特にいいなと思ってます。でこの間も、3.6 が出るときに、まあ、XP のビスタの IE ちょっと私の持ってない環境、誰も日本語版チームの人たちが普通に使ってない環境で、例えば Google フォントが見えないとか、そういうところがあったんですね。でももしそれが自分のお客さんの普通の環境だったとしたら、まあ、リリースされてから、起きると、まあ、なかなか修正が大変なので、じゃあ前のバージョンを使い続けなきゃいけないのかとか、そういう問題になってくると思うので、まあ、早めに、まあ、RC というバージョンがあるんですけども、それぐらいでもいいので、テストしていただけると、いいかなと思います。で、まあ、他の CMS も国際化を進めてますけども、ワードプレスがそうやって日本からの声もたくさん聞けるようになることになることによって、ワードプレス その国際化の、力も強まるということになります。で3番目なんですけども、哲学っていうとちょっとおかしいかもしれないんですけども、まあ、ワードプレスが先ほどもちょっと立ち話してるときに、ワードプレスなんでこんなにどんどん変わっていくのって言われたんですね。でこれは必ずしもポジティブな声ではない場合があるということです。で多分ちょっと心当たりがある方もあるかもしれないんですけども、ワードプレスが進化していくことに関しては誰もまあ、文句というか不満はないと思うんですけれども、今すごく皆さん気になっているのは、バージョンが上がったときに、じゃあ今までの環境が使えなくなっちゃうんじゃないとか、何かバグが発見されて、まあ、自分の環境が、壊れてしまう、まあ、ワードプレスが使えなくなってしまうと問題が起きるんじゃないかっていう不安があると思うんですね。でこの同じ質問は、まあ、ワードプキャンプサンフランシスコに私行ったんですけども、そこで、創始者の共同創始者のマレーニングの、スピーチの、質疑応答でも同じような質問が出てました。なんでこんなにどんどん変わっていくのっていうのは文句ではないんですけども、まあ、疑問として、上がってたんですけども、それに対してのマットの答えはというと、今そのオープンソースももちろんですけども、ウェブサービスっていうのはすごく素早い、スピードで変化していってます。でそれをについていかないと、ワードプレスはそのウェブの進化についていけないということですね。で例えば、まあ、皆さん Facebook とか使っている方も多いと思うんですけども、ある日ログインしてみるとすごい機能が変わってたりっていうのはありますよね。それって、まあ、ワードプレスがバージョンアップしたとかいうレベルじゃなくても、毎日のように新しいバージョンが、まあ、デプロイっていうんですけども、
公開されて皆さんに使われているわけです。で、ワードプレスは今のところ何ヶ月かに1回しかその機能のデプロイというか皆さんに新しい機能を使ってもらうことはできないんですけども、そのスピードでは新しいウェブの変化についていくのは間に合わないんじゃないかという感もあるんですね。なので、例えば10年前ワードプレスが始まった時には、ちょっとずつ機能を増やすけど、何ヶ月かに一遍リリースすればいいやみたいな感じだったかもしれないんですけども、将来はもしかしたら毎月とか毎週とかもしかして毎日リリースがあるかもしれないけれども、アップグレードに関してみんなが気にならないようなそんな環境を作っていかなきゃいけないというのが、ワードプレスのビジョンです。で、それはどうするのかということですよね。今皆さんきっと、ほとんどの人は管理画面でボタンを押してアップグレードしていっていると思います。で、それが、ある一つの、問題でもありまして、ワードプレスがそのアップグレード管理画面からのワンクリックアップグレードを、導入したのはかなり画期的なことではあったんですけども、今では皆さん、必ずしもアップグレードを、公開されたらすぐにしないっていう人も、いるとは思います、多くないことも祈ってますけども、でも、そういう人もプラグインに関してもコアに関してもそういう人が多くなることによって、ワードプレスのセキュリティが脅かされてしまいます。ワードプレスは毎日はいかないですけども、大きな問題があれば何ヶ月とか何週間とかいうサイクルでどんどんセキュリティアップデートというのを出しています。でも皆さんがアップデートをしなければ、その公開するってことは全く意味がないんですね。で、なんでセキュリティの向上にアップグレードが関係しているかっていうと、新しいバージョンをみんなが使ってくれないと、セキュリティの根本的な解決にはならないということですね。で、3.7なんですけれども、これからお話しする 3.7 と 3.8 の話は実は、ワードキャンプのサンフランシスコ、先ほどお話した2013年の基調講演の中でほとんど、大きなところはカバーされています。で、私はブログに書いてキャプションも日本語でつけてますので、もしよかったら1時間ぐらいあるんですけど、これも面白いかと思うので見てください。で、 3.7 ですね。で、 3.7 は、この2人がリード開発者として選ばれて、います。もう開発も真っ只中で進んでいます。アンドリュー・ネイシンとジョン・ケイブという2人のリード開発者がいます。で、アンドリューが特にリードを取っているんですけども、この新しいバンドは、セキュリティと安定性ということで、その中でさらに、こういった、ゴールがあります。開発プロセスの改善ですね。開発プロセスというのはワードプレス自体の開発のプロセスを変えるということです。で、今の、問題を解決しようとしてこれをやってるんですけども、今はなかなか新しい、貢献者の人が行動を書いて貢献しにくいということで、それを変えていこうということで、このダリル・クーパー・スミスという彼が、そのサブセクションというか、そこの部分の、リードとなって進めています。開発化フローをさらにスムーズにして、貢献をしやすくするというのがゴールです。で、具体的に何をしているかといいますと、これはmake.wordpress.org/core という下の方に後で、リンクをアップロードした時にリンクできるように貼ってますが、ここで全部まとめが載ってます。で、何が変わるかといいますと、今あまり見る機会はないかもしれないんですけども、WordPress のソースというのは、この core.svn、wordpress.org という、このドメインに、サブバージョンという、バージョン管理システムとして置かれています。で、これは、開発のディレクトリでもあり、公開のディレクトリでもあるということですね。皆さんが、例えば WordPress を一つだけ持って、その公開されたサイトに対して、何かこう、変更を加えたりっていうのとちょっと似てるかもしれないです。もちろんバージョンとかで切ってはあるんですけども、公開されるものと、開発するものが全く同じところにあって、それしかないという状態ですね。で、これが皆さんがダウンロードできるものと同じものが入っているディレクトリーです。で、今後何が変わるっていうと、開発用の、別のディレクトリーを作って、公開用には
まあ、ビルドっていうんですけども、これを、まあ、プロセスをかけて、必要なものだけを出したものを core.svn の wordpress.org に置いていくということです。で、具体的にそれが 何に影響していくかといいますと、まあ、ここには開発用のソースが置いてあるということですね。で、例えば、まあ、皆さんもしかして CSS のプリプロセスとかも使ったことがあるかもしれないんですけども、ミニファイって聞いたことありますかね。あの例えば、開発用にはこのファイルを使ってて、公開用には別のファイルに、何かの、スクリプトなどで変換をして公開するっていうことを、まあ、普通のサイトでもやることがあるんですけども、ワードプレスは今それが両方とも同じ core. っていうディレクトリに入ってるんですね。そうなると、まあ、それを触る人はちょっとやりにくいということで、まあ、それをちゃんと切り分けて開発用のこのディレクトリを作ってます。で、今までいろんなところに例えばテストとかツールとか、まあ、スクリプトとかが散らばってたので、それをすべてこの、同じディレクトリの中に置いて、で、設定ファイルとか、グラントを使ったビルドプロセスなども、導入するということです。で、これがまあ具体的に何がいいかというと、ここでもあの全部完結するんですね、開発が。なんで皆さんもまあ多分いろんなところにファイルを置いてて、で次の人が入ってきたときに、あれどこにあるのって言われて、あそこだよ、これをこっちだよって言われたらすごい迷うと思うんですよね。でも、まあ、ワードプレスの開発に関わる人はここだけ見てればいいっていうものができるので、まあ、今までも例えば、国際化ツールとかですね、例えば、国際化の関数を変換するためのスクリプトなんかがあって、まあ、知ってる人はどこにあるか探せるんですけど、それがなかなかちょっと奥深くにいろんなところに散らばってたんですね。なんで、まあ、ここに全て置いて、でここの中でビルドをしてコアの、ディレクトリに行くっていうふうに、まあ、皆さんも多分開発環境で整えたりすると思うんですけども、それをまあ今やってしまうということで、ダリルが今頑張ってます。次にですね、まあ、今すごい注目されてるトピックかなと思うんですけども、セキュリティですね。ワードプレスのセキュリティについて 3.7 では、特にフォーカスします。でこれがまあ詳細で、ここにまあいろいろ書いてあるんですけども、大きく分けて3つあります。でそのうちの1つが先ほども少し触れましたけど、アップデートについてのものなんですね。で 3.7 です。 3.7 では、マイナーアップグレード、何かというと 3.7 から 3.7 から 7.1、 3.7.1 から 3.7.2 というマイナーアップグレードを自動的に行うような仕組みになる予定です、はい、なるそうです、はい、それってちょっと怖いなとか、それ勝手にファイル触られちゃうのって思った方もいるかもしれないんですけども、今でも実は3点、まあ、ポイントアップグレードとかマイナーアップグレードに関しては、その差分のファイルしかアップグレードしてないんですね。でそこで、壊れるプラグインっていうのはほとんどないと言われています。なので、まあ、将来的にはもっと大掛かりな自動アップデートをかけるかもしれないんですけども、3.7 の時点では、7.1、7.2 の方に自動でアップグレードできるように仕組みを整えています。とはいえ、これもやっぱり開発者の反発もちょっとあってたり、反発って大変ですけども、疑問大丈夫なのかなって思う方も多いみたいで、これを本当にもう 3.7 にアップグレードしてしまったらそれが自動で始まるのか、それとも 3.7 にアップグレードして、まあ、オプトインって言いますけども、自分で選ばないとそういう風にならないのかっていうのはちょっと議論が進んでますけども、おそらく自動的にそれを行われるようになると思います。まあ、何かというと、将来的なあのゴールがその自動アップグレードを達成するということなので、もしその不安があるようなら、その不安を解消してこちらのゴールを達成しなきゃいけないですね。